兵庫県立辰野北高等学校とは、2008年に辰野実業高等学校と新宮高等学校が合併し開校された学校である。2008年度は現在の新宮高校の校舎を使用し、2009年度以降は辰野市新宮町、柴田の甲子園球場の約2倍の敷地に建設される新校舎が使用されている。略称は竜北、北高など。 5つの学科があり、看護海外は、学科の中に2つ類型がある。校訓は、新種連馬貢献始業式、入学式、創立記念日、先生式、中間講座、基礎看護実習愛、看護の集い、進路ガイダンス、基礎看護実習3、福祉実習、期末講座、就業式、インターンシップ前期、オープンハイスクール、インターンシップ後期、 兵庫健康等学校介護コンテスト。始業式。修学旅行。介護実習。老年看護実習2。中間講座。キタウィーク。基礎看護実習2。介護実習。アクションプラン。地域拠点型合同防災訓練。企画。祭りファッションショー。期末講座。終業式。始業式。成人看護実習愛。大学入試センター試験。 課題研究発表会、介護福祉士国家試験、マラソン大会、学習成果発表会、町中美術館、推薦入試、看護師国家試験、学年末講座、卒業証書授与式、表彰伝達式、一般入試、就業式、入学説明会、リューキタウィークは2年に一度で、体育祭と文化祭が1週間の間に行われる。2018年度は、 水曜体育大会、金、土曜が、龍北祭りであった。運動部陸上競技、野球、サッカー、水泳、柔道、剣道、ソフトボール、ソフトテニス、バスケットボール、卓球、バレーボール、バドミントン、公式テニス文化部文芸、写真、放送、調理、美術、書道、吹奏楽、稼働、作動、電気研究、コーラス、こと、展示、 英会話、ボランティア、演劇、手芸、知歴、ビジネスライセンス、環境建設研究部同好会計を音楽、ありがとうございます。